しないといけない。あ、例えば手取りが22万円だから、あと8万あって3、手取り30万にしたいと。8万、あと8万な、あと8万どこで作ろうって。あ、土日、どうせ今なんてあんまね外に出られるけないし、そんなみんなもうバンカーバンカー前みたいに飲みにも行ってないじゃないですか。自分の手取りも増えてるわけですよ。あんま飲みに行かないし、あんま友達と会うこともないし、ね、オフィスもほら今在宅の人らも増えてるし、お金もそんなに。え、じゃあ本当に私手取り30万本当に欲しいのかなるんですよね。何にとって私が一番幸せやねんやろって。お金があることが幸せやと思ってたけど、お金は手元にあったところで何に使おうっていう話なんですよね。今度じゃあ私は何が一番満たされるやろって、何してる時が一番いいかな。で、ここでまたみんな間違えるわけですよ。テレビ見てぼーっとしてるのがすごい幸せって感じる、その時はですよ。幸せって何もせんでもじわわわわーんって、ハピネスとジョイの違い、この前、あ、これからやろうとしてたかな。ハピネスってそこにいるだけで幸せなんです。幸せを感じることがハピネスで、ジョイっていうのは楽しむ、ワクワク、なんか。でもジョイって一瞬にして消えるんです。ずっとワクワクなわけない。ずっとアドレナリンが出るわけじゃない。ドーパミンがずっと出っ放しっていうことはありえない。その時はわーって盛り上がってもドーンとまた下がるわけですよ。ドーパミンがなくなったらもう麻薬と一緒ですよ。本当にあのタバコと一緒ですよ。その時吸ってあーリラックスとか思ってるけど、タバコなくなったらまたイラ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 してまた吸ってあーリラックス、それ中毒です。中毒。そんなことはハピネスとつながっていかないんです。自分が健康で、自分が本当にそこにいるだけで、あれもやろう、これもやろう、あ、こういうことやりたいな、あ、楽しいなって思う、何でもない時にも感じる気持ちですよね。あ、音楽を食べて、あ、ごめんなさい。ハピネスとジョイの違い、今度ね、リールでそれちょっとアップするんで、またいいこと言ってるんですよ、ウィル・スミスが。あの人本当に人間性できてますよね。まあ大概そうなんですけど、ジム・キャリーとかもめちゃくちゃいいこと言うんですよ。みんなやっぱり本当に、なんでしょうね、ちゃんとそういうこうポジティブなワークとか、やっぱりそういうとこ行ってはりますよね、きっとね。やっぱり心が折れたらあんだけの有名人になれないですもんね。めっちゃいいこと言ってるんですよ。ウィル・スミスの、あの動画をずっと見てたんですけど、この前も。あの今こう英語の訳をね、ああよかったです。ディールいいですよね、あれ。なんかあの元気がない時に、なんか一個ずつ見ていくと、そうだなそうだな、腕組みの話もね、いつもこうやって組んでる腕を反対にしてください。私全然できるんですけど、ね、違和感が全然ない。違和感を感じる。その時に脳がね、戻れ戻れ、こうしろこうしろって、いつもやってる方にしろ、いつもやってる方にしろって言うって。反対ね、自分とは違う新しいことやっていくと脳がね、もう新しいことをするなするなっていう、それを超えてやっていくとどん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 自分のね、あ、昨日も書いたんですけど、神経ニューロンって脳にあるあれが伸びていくんですよ。新しいことをしないでずっと同じ毎日同じように過ごしてたらニューロンも何も伸びないです。もう脳が寝てるだけ寝てるだけ、だからみんな脳寝てるかもしれない。寝てるだけ、目開けてんねんけど寝てるの無料の寝ながら生きてんのと一緒ですよ。そうそう、それでね、
ウィル・スミスがすごいいいこと言ってたんですよね。昔やっぱり自分の父親がすごい好きで、母親もで、母親がまたものすごいいい人だったんですよ。いい人というか未だに健在ですけど、本当賢くて、本当とんでもなく素敵な母親だったみたいで、ただ父は酒に飲んだらやっぱり飲まれちゃう、で家庭内暴力があったみたいですね。その時に幼い自分は見てしまったんですよ。母に馬乗りになって殴ってる父を、それで血だらけになって母親が、それで幼かった自分は何もできなかったらしいですよね、兄弟全員で。で家庭内暴力がなくなるにはどうしたらいいかって考えて、ウィル・スミスはずっとその時から笑わせばいいんやと両親をと思って、ずっと面白いことを言ったりとかして笑わすようにして、なんとか暴力がなくなったらいいなと思って、それがトラウマになったらしいです。それが気づいたら自分の職業になって、人を楽しませるエンターテイナーになったと。でその過去に、やっぱり自分の過去に一番の原因があるんじゃないかっていうね、テラピーを受けてやっぱりその場面に戻ったわけですよね。なんであの時父親を抑えたりとか、なんで止めれなかったんだろうって、なんで母親を助けられなかったんだろうって、ずっと考えて、ようやくその恐怖を乗り越えることができましたっていうのをね、告白したんですよ、母親の前で。あの時の自分にそれはできなかった、まだちっちゃかったからって言って言い聞かせたって、泣きながら感動して、いやーやっぱすごいなって、そういうことをね、こうみんなの前でこう話したんですよね。もう話すっていうこと自体が本当癒しの始まりって言われてるんです。うちの生徒さんとかもね、本当に自分にあった体験経験っていうのをね、やっぱり誰にも言えなかったことを、夢日記とかいろんなところでみんなの前でねお話ししてくれたりするんですよ。夢日記の時もそうです。夢日記やってる時もみんなにね、去年ね、本当みんなの悩みをすごい聞かせてもらって、その人にお話しできるって、その瞬間から自分への癒しが始まるんですよね。で今度自分の癒しが始まったらどうなるかって言ったら、状況が全部変わっていくわけですよ。だって一番許せてない自分っていう、だからその否定系ですよ。私なんてダメだ、私なんて嫌い、私は絶対悪いとかって、このね自分がを克服することによって癒しが始まって、許されてるか、自分を許してるっていうところから見事に道が見えていくわけですよね。ああ、自分は許してなかったんだって、こういうこと人に言うべきじゃないって、ずっとグーってタイトに縛ってたやつをバーってほどくんですよね。そうすると本当に糸がほぐれた糸、絡まった糸、ほぐれた、どんどんほぐれていく。ほぐれたら一本ずつこうやってこう見つけやすいじゃないですか。こうやって、あ、これは違うな、あれは違うなって。で自分がどうしていきたいかって、どうなったら一番いいかって考えるんですよ。笑ってた方がいい。家族みんなが仲良くなった方がいいな。これゴールはどこかって考えるわけですよ。そうやのに、もしこの絡まった糸のまま考えちゃうと、糸が絡まってるのに、糸を絡まってるっていうことを無視して次のことを考えよう考えようとするんですよ。もうほんでこんな、まず許してない自分のことを気づかず人を許そうとかね、あの人が自分に対して悪かったからじゃなくて、まずはこの自分の意図をほぐさなあかんから、まあ、それはお話しするとかね、そういうこう自分っていう絡まった意図を
しができたりとか、そこからまた癒し、ね、このネガティブ、ネガティブなね、こうエネルギー、ネガティブっていうか、もうその考えてた否定系ですよ。否定系を脳が理解できないって言ってましたよね。だから私嫌いって言ったら、あ、そうな、嫌いなの、ブスやね、え、じゃあブスでいいんやみたいな。そう、話すことから癒しが始まるんよ。それは気づきやからね。本当にたまたま、もう本当たまたまですよ。たまたま出会ったりとか、たまたま会った人とかね、たまたま話聞く機会がある人、まあこうたまたま耳目に聞集まってきたメンバーとか、実はっていう人が多いんですよね。なんか話したくなるって、あ、よく言われるんですけど、外国人もね、あんな英語全然意味が分からへんのに、いきなり私に実は私とか言って始める人が多くて過去に嫌やったこととか、なんか野江さん見てると話したくなるっていうから、そういう持ってるんでしょうねいや、いいんです、全然。夢を語るんじゃないんだな。夢なんて、夢なんて、夢じゃないんですよ。ビジョンって絶対に起こってくるから、それは夢とかじゃないんですよね。夢をの話する前に、まず自分っていう人間は何かからわからないと、夢なんて叶えられないです。己を知ることの方が、100倍も1000倍も大切なんです。夢を語るより自分をまず知ってあげないと、自分をまずは満たしてあげないと。そうそう、自分だから、自分に対してまずありがとうという気持ちを、人にありがとうなんてすぐ言えるでしょ。このもう何回も何回も言いますけど、この20先生のねお話で、もうはって、もういつも付箋あったらもうって思うんですよ。なぜあなたらはね、あの人が嫌いとか、あの人って本当に嫌な人とかって言って、もし自分をその人に悪いこと言うじゃないですか、もうなんかもう部長、はい、さっさとやってくださいよとか言って、もうでもなんか逃げ切れないんですよね。また言っちゃったなとか、例えば親にわーとか言った後、なんか嫌やなって思う感情ありますよね。人にやった時に言っちゃった、もう私最低って思うけど、なんで自分の悪口を自分で言ったら反省しないんですか？確かにって思ったよ。なんで人の悪口言った後はすっごい胸クソ悪いのに、スカッとしてる人も中にいるかもしれないけど、言ったら絶対配達場は帰ってくるから、自分もあの人に悪口言われてたよってのめちゃくちゃ腹立ちますよね。こっちも嫌いだのにみたいなでもほんまに言ってね、悪口言ってもすごいこうムヤムヤするじゃないですか。言わんとったよかったら、言い過ぎたりとかした時、でもなんで自分に悪口自分に言い聞かせて、本当私って最低とかなんか言っちゃって、なんで反省しないんですか？なんで私に、なんで一番の友達である、一番の味方であり、一番一緒におる自分に対して悪口言うんでしょう、人は。なんで自分に悪口言ったのに反省しないんでしょう。な、もし自分が深く反省してれば、自分に言ったこと、自分に言った自分にごめんって、私一番傷ついたよなって、私の言葉で、なんで私こんな顔やねんやろうって、ごめんって、もう私に一番よくしてあげな、なんでいつも自分は足りてないって、何と比較して、唯一の自分は、じゃ足りてない、そうね、そうなんですよ。今度はですよ、この自分、
はもう自分は大、もう自分は一生懸命頑張ってる、もう頑張ってるだけでいいんですよ。ほんま自分ありがとうって毎日毎日、そうですよ、自分に悪口ばっかり言ってるじゃないですか。鏡見て悪口言ってね、体型見てこんなんじゃない、あんなんじゃない、それ全部作っての自分やのに。だったらもう悪口言うのをやめて自分に感謝して、だったらどうなりたいって、私どんな風になりたいって。夢なんてそんなの先の先ですよ。まずどんな自分になりたいかが一番夢じゃないですか。今の自分にならないのにどんな夢があるんです。お金いっぱい持ってたってね、どんなビジネスいっぱいあったって、自分が足りてなかったらハピネスじゃないです。想像してみてください。悪口を言わない自分、鏡の前でうっとりする自分、あ、私って可愛い、ね、体型も自分お望み通りの体型にどんどんなっていく、なななってやって、どんどん自分の体型に変わっていったりとか、ね、勉強をどんどんして英語喋りたいな、よし喋るために頑張ろう、英語勉強してだんだん聞けるようになってる私で、どん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 好きな自分になってったらどうなります。お金いっぱいあったって自分が好きじゃなかったら無駄っす。自分に悪口言ってたら無駄です。だからそんな急にね好きになるって難しいですよ。だってもう我々はもうずっとと慣れてしまいましたからね、悪口言うのに。だからこそ何が嫌いかっていうか、 何を変えたいかをまず考えることが大切なんです。それには鏡の前の自分を知ることですよ。自分の特性を知ること、自分、そうなんです、自分を知ることが一番大切なんです。それで夢日記でね、散々聞いてきたんで、夢を、夢が語れないわけですよ、みんな。あそこ行きたい、ここに住みたい、それは夢ですよ、夢やけど、それなった自分をどうしたいかっていうね。やっぱりみんな自分を知らん人がすげえ多いねんなと思って。お金なかったら稼げばいいほんまにね。そんな究極の話なんですけど、私からしたら、え、なんでもっと働けばいいのにみたいな、なんかそんな一社でお金もらおうなんてそんなの絶対無理に決まってるやんみたいな、そんな社長じゃない限りそんな急にお金が急に上がるわけじゃないし、もう前から言ってるけど、事務員でどうやって給料上げるかってすごい営業になったらいいのになとか、なんかそういう考えなんですよ、私的には。そんなね、で一瞬お金儲けてでもですよ、一生はないですね。一生の力をつけるためにも自分を知ることがすごい大切です。絶対焦らない。一瞬でバーン儲かっても一瞬でバーンですから、もういろんな人見に、すっごい長い年月の、すっごいでかいスパンで見たらこうなんですよ、みんな。気持ちがすれてるから自分で動きを止めることをしてるんですね。自分で分かったです、はい。ちょっと分からなかったです、ごめんなさい、はい、本当にまずは自分を知ること、それで夢に行き始めて、やっぱ自分のこと知ってないんだなと思って、それで自分のことを知るために何が必要かなと思って始めたのが星読み講座。あ、こじれてる、あ、こじれてるか、こじれてるっていう感覚ですね、これは。こじれてるじゃなくて、知らんだけ、気持ちっていうか考え方を
性がついちゃってて、その こじれた方が楽なんです。だって文句言ってる方が動かなくて済むじゃないですか。だから脳はもう体もなんか新しいことする時ってすっごい嫌がるんですよ。いつもみたいに考えてよと思うよ。いつもみたいに拗ねとけばいいやんとか、いつもみたいにこじらさせようよって、ほんじゃ何もしないでいいでしょあなたって思うんですよ。でもそう違いますよね。新しい自分にどんどん変わりたいんですよね。もっと良くなりたいんですよね。みんな今よりもっといい来年の方がいいですよね。今よりもっと生活が良くなったり、今よりもっと自分が明るくなったり、今よりもっともっと良くなりたいんですよね。だったらまだ自分を知らないと。自分の特性を生かさないと。それで始めたんですよ。星読んだら自分知れるのかって。知れます。大概出てきてます。性格とかキャラクターとか全部。あの普通のあの雑誌の後ろにあるような星を占いで、あのだいたいここ人間で一人一人違うのに、日本だけでも1億何千万人いて一人ずつ違うのに、12星座に12通り分けれるわけはないですので、一応大雑把です。大雑把で、もっと細かく見れたらもっともっと自分の周期とか自分の天命とか自分の宿命天命はあれ一緒のかな、運命を変えれるんですね。運って動かすから、自分を知ってこの自分を全部生かして変えていくわけですよ。運んでいくんですよ。動かしていくんですよ。だから運命ですよ。みんな動かさずに自分の運命は何かなとか言ってるけど、それは運命じゃないです。宿命です。宿るんです。自分の命を知って運んでいく、これが運命です。もっと良くなるために。昨日あのすごい、あの七田誠さんって、今度あの10日にね、10日から映画の上映会やるんですよ。魂の教育っていうクラブワンズの方で、でもし一般であの見たいなってワンズで一緒に行って、で、白鳥監督と あの対談とかも全部配信しますんで、で魂の教育っていう七田誠さんっていうね、右脳教育の一人者なんですけど、あの子供にね右脳を使った教育を教えてる素晴らしい先生がいるんですけどね、この先生のおかげで、脳腫瘍が、白鳥監督は亡くなったって言われてるんですけど、あ、その先生の、まあ、いろんなあらゆる療法をして脳腫瘍がね亡くなった。ほんでその七田誠さんの本をね昨日ずっと読んでたんですよ、 Kindle で。またむちゃくちゃ勉強熱心で、でいろんな老子孔子で、あのもう本当にいろんなあの本の抜粋が全部書いてる本だったんですけど、そこであのこういう話があったんですよね。とある村の若い青年がすごい有名な占い師に見てもらった。君は、弁護士の勉強かなんかしてたのかな。で第1回目は、まあ、これぐらいの点数取って落ちるだろうと。で第2回目は、まあ、これぐらいの点数を取って落ちるだろう。で3回目でまあまあな点を取って、でも落ちるだろうと。そしてあなたの人生は子供もできず53歳で亡くなりますって言われるわけですよ。でもどうすればいいかな、53歳で亡くなるのにって思ってて、けどずっとコツコツ、すごい貧乏な青年でずっと勉強してたんですよね。その青年が ある時お寺に行って、お寺でこうちょっとこうお手伝いのバイトというか、このお手伝いをしてたんですよね。である高僧がその青年を見て、すごいちゃっちゃしてて、本当真面目で働いてるのに、なんかこの人覇気がないなと思ったから聞いたんですって。なんで君はこんなにすごく真面目に働いてるのに、なんでそんなに覇気がないと、気がないのって言ってた。いやもう実は僕は53歳で亡くなるって言われて、ずっとね勉強してたら
3回ぐらい落ちるだろうって言われましたって。そして僕は子供もできず53歳で亡くなるから、もうなんかやってもしょうがないなって思ったって言ったら、もうお坊さんがめちゃくちゃ笑ってね、もうその占い師、その、もう世の中全員が占い師の通りになってたらね、もっと世の中うまいこと言ってるやろうって。で、この世の中全員が占い師の通りになったらもっといい世の中作れるやろうって。でもなんで世の中はこんなにうまくいってないことがいっぱいあるって。それは教訓であって、君は何になりたいんだって。弁護士になりたいです。だったら毎日人の倍ぐらい、53で死ぬって言われてるんだったら、毎日明日死んだらどうしようと思って、毎日勉強しなさいって。そんなことを、それは運命っていうのは必ず変わる、自分の努力次第で。占い師の言うことなんて本当に信じるなと。この世が全部が占い師 でもし信じた世の中になったら最高な世の中になってるやろって。そういうことではないからっていうので、そうやって思い直して、少年はせっせせっせと勉強したわけですよね。そうなったら、その占い師よりはるか、言われたよりはるかな上な点数を取り始めて、第2回目で弁護士の資格を、3回目で弁護士の資格を取り、そしてお嫁さんにも恵まれ、そしてもっと健康な体、そのもし明日死んだらと思いながら、だったら明日死んだらどうなるかって、それで強靭な体を作り、そして子供にも恵まれ、最終的には国の役員にまで、国の、ね、役職までついて、すごく偉い人になったって。そしてその偉くなった時に残した言葉が、運命っていうのは自分で開く。その時そういう運命、そういうふうに言われたけれども、自分は努力で運を運んだと、運が変わっていくって、だから運命って言うんだよっていう構想に言われたんです。そのまま鵜呑みにしてたら自分の運命はそのままで終わってた。だけどその運宿命ですよね、自分で動かしたことによって運が変わって運んでったそこまで。だから運命は変えれるんですよ。でも自分の器ってね、今の器を知るべきなんですよね。何が得意で何が得意じゃないかって、どういうふうに思って生まれてきたかとかね、それを味方につけたらもっともっと良くなる。だから運命を変えていこう。昨日ね、三名学の基礎講座でね、三名学で何かっていうのをね、すごく熱く語ってたら、もうみんなが遅刻して入ってくるから、もうそのためにもう中断して、またもう出席して、もう言ったこと忘れたかなっていう。自分を知って、そして足らないところを補うから、五行が回って、自分っていうのをもっともっと生かした、もっと素晴らしい運勢にするっていうことが三名学の醍醐味なんですよ、ね、自分が生まれたものを知らないと、自分の器を知らないと、こんなちっちゃい器やのに思い切り入れたら溢れちゃって何にも入らないですよね。自分の器はこれ、今はこうだなって、この器を大きくするためにどうしようかって、どん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 器を大きくしていくわけですよ。今からでもすぐ間に合います。今からでも何でもできるし、諦めない、運命変えていきましょうよ。そう、それで三名学とアストロジー始めたんですよね。どっちがいいですかってよく言われるんですけど、どっちも結局は究極一緒です。好きな方を選んだらいいんですよ。全部は自分を知ることからですよ。そんなの夢なんてその先ですよ。その先、もうずっと先。まずは私を知らないと。私のね、ウィークポイント知った方が良くないですか。私体型ぽっちゃりしてるからな。だったら痩せた自分が好きなの。そ
それともアニマル先生、今日20先生の話してるよ。もういいこと言うから20先生、もう20先生のね話をね本当みんな聞いてほしいです。もう一話一話がもう本当にもうすっごい大切なんで、もうノイさんはもう心からもう20先生の話をもう腑に落ちてこう実践してるんですよ今。そうです、皆さん自分を知ることからしか何にもいらないです。何にも必要ないです。まず自分を知って、ね、そして自分をどんな自分になりたいか考えましょうよ。あ、もっとこういうことできたら面白いなとか、あ、自分もっと顔がグッと上がった方がいいなとか。急に米倉涼子は無理ですよ。なんでそこ行くかなって。なんでこの顔で生まれて急に米倉涼子と整形めちゃめちゃするしかない。米倉涼子だってですよ。あのね、綺麗な人は綺麗で居続けるためにもっと努力してるわけですよ。綺麗でいる自分っていう、ずっと綺麗で居続けないといけないですよ。だからずっと努力してるわけですよ、綺麗でいることに。で、何にもしてない我々ね、毎日頑張ってますよあの人ら、ね、何にもしてない自分がここの人に届くんやったら、ね、50倍ぐらい頑張らないと。ディーン・フジオカ、そうそう、うちのいとこ、可愛いこけしみたいな顔してるんですよ。ぷくっとしてこういう、こういう、もうめっちゃ可愛いんですよ顔は。30ぐらいなんですけどね、ほんまに可愛いんですよ。性格も可愛いんですよ。今や市役所に勤めてるんですけど、で、私えっちゃんって言われてるんです。えっちゃん、湘南の家来て、どうしたの俺な、あれ、ちょっとあんたちょっともうちょっと痩せたらっつって、すっごい痩せてたんです昔、昔とか。なんでそんな太ったんだろう、東京来てパンばっか食べてるからって。あと人生観変わっていきましょう、はい、ほんでね、パンばっか食べてるから、ランパンみたいな顔、もうパンパンになってもめっちゃ可愛いんですよ。でも目こんなんでめちゃくちゃ可愛いんですよ。でジム行ってるって言って、これな、めっちゃ憧れてる人をね、誰やのって、ディーン・フジオカって、なれるわけねえやろっつって、お前もう自分の顔見ろやっつって、いきなりディーン・フジオカになれへんやろ、目一重やのにって、だったら中村徹とか、ね、目一重でかっこいい人いっぱいいるじゃないですか。いっぱいいるかっこいい人、まず自分知ろうよ、自分の顔ってどうかなってね。なんで自分の顔が思いっきり人やのに、なんでディーン・フジオカって、あんたなれるわけねえやろっつって、かわいいこけしみたいな顔してっつって、まあね、激しく突っ込みましたよ。ねえ、ちょっと勘弁してください。それはやめましょう。まず自分を知ることから始めましょうよ。まず自分になることからじゃないですか。あと自分に悪口言わへんこと。うちの息子もおかしい。いいねん、変わる。ゾールもハードルが高いねって。いやいや。だけどまださ、目っていうかちょっと痩せたらさ、そうなるかもしれへんやん。ね、もう目引きってかっこいい人いっぱいおるやん。松山健一とか、ちょっと奥舞台かな、うん、じゃほんま勘弁せえやって感じですよ。こんな面白い話しないやっていう。いや俺本気やねんけど、本気やからこそアホか言って。いやいや、そんな話じゃなくてですよ、皆さん、まずは自分を知ることから始めましょう。あと自分の悪口言わないこと。だから自分にまずありがとうっていうことから
内臓は24時間働いてるんですよ、休みなく。心臓もボン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 、 内臓も全部の臓器もそうですよ。そう、自分に悪口言いそうなためなんてって思ったらあかんかんって、よう頑張ってんなって、いつもありがとう私。まず人には感謝されたいっていう前に自分に感謝して、よく片付けたね私って、よく気づいたよね私って。そう、もう鏡拭きながら、いつも私ありがとう、こうやって鏡拭いてくれてって、もう私に感謝ですよ。なんで感謝してくれへんのじゃなくて、自分に感謝してないからですよ。みんな自分しようよ。それで今作ってるノエハビットです、いい習慣にしていくね、自分にとって、自分で動いてくれてありがとうですよ。ヨガやってくれて皆さんありがとうじゃないですか。もう私は一番は私、20先生で調べたら分かります。20なんかあのひらがなじゃないんですけどね、あの先生は外国人なんで、外国人というかあの日本人です。そのなんかハートが、あの日本人よりも素晴らしい日本人ですけど、カタカナです、20。そうです、まず今日一日自分と仲良くとか、自分にありがとうって言ってあげてください。ご飯作ってくれて私ありがとう、顔洗ってくれて私ありがとう、体を動かしてくれて私ありがとう、会社行ってくれて私ありがとう、もう全部私ありがとうですよ。もう人なんかどうでもいいです、私ありがとう、私ファースト、私が幸せやったらいい、私ありがとう、私ありがとう、私ありがとう。まずはもうご飯出しても私ありがとう、ご飯出してくれて、自分ですよ。そんなの自分にありがとうって言う、そうですよ、自分に選択があるからですよ。自分が先のことをね、自分がどうなりたいかまず考えることです。恵子さん、どうなったら幸せか考えるか、つい人に向いちゃうんですよ。人がそうやって思ってんじゃないかとか、人がこう思ってくれないんじゃないかとか思う前に、自分がどう思、自分がこの人がこうなって、なんていうんですかね、自分がこういう風になったら一番楽しいなっていうことを考えるんです。こうなった、この状況はこうなった方が楽しいなって。全てはうまくいくようにできてますから、自分を知るためにできてるんですよ。自分を知るための全部がステップです。考えたんですよ、もし私がカフェ失敗しなかったらどうなってたか、すごい流行ったカフェを作ってたらやばかったですよね。もうあのカフェ動かすのに最低でもアルバイト入れて、社員とか含めたらですよ、多分10人ぐらいいないとダメなんですよね、もし流行ってたらですよね。最低でもですよ、200-300万もっとかかりますかね、10人まあ本当に、まあ、200-300万の固定費、従業員の、まあ、その社会保険とか全部入れて、それで今度仕入れね、仕入れもんで売り上げとか、あと家賃とか入れたら、固定経費だけで、あの全然流行ってない時でさえ450万ぐらい払ってたんで、もっとですよ、800万とか固定経費だけでやってて、でコロナになったらですよ、家賃の給付金とかじゃ足らないですよね。従業員の給料も払ってかなんか、国から給付金もらったって固定経費がバンバン出ますから、閉めるに閉めれない、緊急事態宣言出たとしても休業保証も出ない、で保証出てもめっちゃ知れてる。それがね、今1年半2年目ですよね。もう今持ってる借金よりすごいでかいことに気づいたんですよ。ああよかったな、逆に。ほんでかつその次のアクションが起こせてなかったですよね。今みたいにセミナーとかやれたりとか、新しい人とつながるなんてなかったんで、どうなってたかって考えたら、もう倒れてましたよね。あ、よかったなって、やっぱり
先のことを作るために嫌なことって言ったら変なんですけど、こうやってあかんようにしたのは次のことを考えるステップだったんだなって、長い目で見たらそっちの方が良かったなって思うんで、まずね、不安だなと思った時は人にこういう状況やと期待してて違う状況になってるのか、まずは自分がどうありたいかって、人に思われたいよりまず自分がどう思って自分が最高のパフォーマンスできるかだけに集中してください。そうです、美咲さんもね、病気が分かった人は病気に感謝ですよ。今までの不摂生全部変えれる時に来るんで、強い体を作らないと。私ももういろんな意味で感謝ですよね。そうです、ワンズフィロソフィーはもうできてなかったですよ。こうやって皆さんとお話しする機会もなかったですよ。すごい狭い範囲の中で生きてたと思います、知ってるっていう人の中で。だから全ては良きことのためなんですよね。山川荒野さんの本がありますので、ぜひご購入してみてください。全ては良きことのため、ぜひね。あと不安だなっていうのが出てきたら、そっちの道ちゃうでってもう完全に言ってますから。人間って考えたいんですよ、いい風に。挑戦せなな、恵子さん。挑戦こそ全てで、一番怖いことをしてみる。一番怖いところから飛び降りたら、もうあとは浅瀬やったやで。挑戦してあげないと。だって人生まだ半分やで、恵子さん。飛び越えよう。大丈夫。我々がいるからこうやって美咲さんちゃんと噛んでな。分かった、30回以上やで。玄米唾液いっぱい出してしっかり作っていこう。頭がマインドが変わるから。ということで皆さん、今日も6時からヨガして、ヨガのストレッチがメインなんですけど、8時まで7時45分まで喋ったよ。良かったです。一般の方もありがとうございます。はい、大丈夫ですけど、飛び越えていこう。まずは習慣作らなな。まずはみんな自分を知ることやで。自分を知ること、すっごい大切。いい。玄米30回噛んでいこう。玄米でも何でもですよ。全部噛む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 。10回3回、10回を3回にしてるんですよ。10回噛んで。10回間でコクってほんだらなんか30回あっという間に終わってるんですよね。噛めないものは栄養がないのと一緒です。はい、ということで皆さん、ワンズフィロソフィアはそうやってできたんです。自分を知るっていう学校です。人生の生き方を学ぶ学校です。ぜひね、これからまた第4期始まるんで、今ね第3期のメンバーと不安と怖いの違い一緒ですよ、ほぼほぼ一緒っす。もう全然その違いないっす。不安も怖いも全部自分の過去のいらん記憶です。もうそんなこと考えるより塗り替えたら、もう飽きたらそんな自分に。不安と怖いだけで何にもしてない自分に気づこう。もう飽きよ、そんな自分に。はい、ということで皆さん、良い一日をお過ごしください。最高の一日を。そして今日から自分感謝で、 ありがとうございます。自分感謝で生きていきましょう。ということで、ごきげんよう。今日も私にとって最高の一日になりますように。はい、私は私のこと祈るんで、みんなはみんなのこと祈ってください。ということで、みんなまた明日。で、毎週水曜日はこのストレッチやるんで、6時から。ぜひね、週1回、
参加できるなという人はぜひ参加してみてください。クラワのみんなはね、朝6時から毎日月から金までびっちりやってくるんで、そして、ね、夜もね、夜瞑想、昨日もね、顔のマッサージして、いいグッドハビット作っていきましょう、みんなで。それではごきげんよう、良い一日をお過ごしください。